まあ、時々いらっしゃるんですけど、例えばニンニクチのお母さんがね、いや運動したり何だりするって大切よっつって、私だってこう良くなったのよっていうのを年上の方にお話すると、いやあんた若いからそういうのよって年は関係ないと思う、うん、でもね、うちのお母さんよりも年上のご年配の方が我々をガンガン追い抜いて、いや高尾山登っていくっていう方々もいらっしゃるんで、うん、本当年はね言い訳にしないできないですね、うん、そうね、うん、年齢は関係ないね、うんうん、さっきだってほら明らかに私より年上だけれども、うん、お母さんよりも年下の人が、うん、きついっすねとか言いながら、うん、あ、でもでも、まあ、今回ねあのローソンさんで買いました、こちら、はい、ドライレモンということで、レモンを丸ごとスライスして砂糖漬けにしたという、うん、うん、タンパク質も脂質もほとんどないけど炭水化物だけは言えないこれはもうあのまあね、今お母さんも黒子さんも笑いましたけど、こういうね山登りにおいては結構重要なんですよ、あのエネルギーを急速に補給できる、しかもレモンですよ、クエン酸、クエン酸を取ることができるんで疲労回復にも役立つという、スポーツしたりするのにはねすごくいいものだと思います、うん、はい、おいしい、じゃあ食べます、うん、おいしい、それこそこの中にこのまま入れて上からお湯入れたらレモンティーみたいな、うん、ホットレモネード、うんね、爽やかな酸味で、もう一枚いける、うん、お母さんも気に入ったみたいです、うん、おいしい、うん、でもこれ山に欠かせないね、うん、うん、休憩所で少し取っておいて、うん、うん、これ山登りに本当おすすめだと思うの、うん、うん、運動を習慣づけている食生活アドバイザーといたしましても、こういった糖分補給、うん、あの速やかにエネルギーに変わってくれますんで、うん、山登りの時とか、うん、あのシャリバテする前に、うん、ちょっとした休憩の時に必ず1枚放り込ん で、うん、で口の中でこれ結構硬いんで口の中でふやかしながら、うん、口の中で遊びながらキャンディーのようにしながらね、うん、いいうん、登るなんていうのはいいかもしれないですよ、うん、あ、堪能いたしました、うん、ごちそうさまでした、美味しかった、うん、でね、今度下りの方はニニキチのお母さんの中おすすめがあると、うん、いうことなんで、楽しく元気に下っていきたいと思います、はい、千鳥足になって踏み外さないようにしようと思いますねではまた後ほど、はい、というわけで、帰りは4号路ということで、結構いきなり最初からね階段でしんどいんですが、人間のね関節の都合上横に降りた方が楽なんで、結構こういう階段続くのね、うん、右肘左肘交互に見てって感じで変なのじゃないですから、え、あ、知らないですか、知らないよ、右肘左肘交互に見てっていう歌があるんですよ、歌があるの、うん、あれなんだっけ、なんか芸人、芸人、うん、S2000 みたいな名前の人たち、あ、そうなの、ああ、うん、ああ、いいね、ああ、いい景色だ、どうですか黒子さん、ポールの使い心地は、うん、いいよ、うん、うん、最初の時何もないとね、ポール使うと硬くてね、うん、ボールに知られてい
てたんでしょ。うん。から入って。うん。まあ手でどうにかしようとしてたってことだよね。うん。まあ軽くついてりゃいいだけの話だからね。グラグラしない程度に。はあ。そして今度は上りだ。うん。うん、本当だ。高いだね。うん。うん。はい、これで。うん。自然研究が4の時間。本当だ。こっちから見るとね。うん。うん、もともとは獣道みたいな状態からね、そうだね、うん、拡張させてたんだろうけど、うん、限界？やっぱ下りの方がねエネルギー使うね。あんまり。うん。ね。うん。うん。これわかんない人だと迷うね。迷うね。うん。この先危険箇所ありということで。うん。ゆっくりね。足大丈夫？日本全国100兆人の、高所恐怖症の皆さん、お待たせいたしました。はい、やってまいりました。釣り橋。釣り橋でございます。デレンと。やったぜ。釣り橋嫌いなんだけど。やったぜ。いい釣り橋じゃないか。さあ渡っていこうぜ。ああ揺れるタイプだこれ。揺れるタイプでございますよ。昔懐かしの滑りとか揺れちゃうんだなーつって。やめてくれる。揺らされちゃうんだな。結構揺れるよ。うん、普通に歩いてるだけなんだけど揺れちゃってんだなこれ。下はねこんな感じ。揺れてる揺れてる。バカじゃないの。うん、でもね、あのしっかりしたいい釣り橋、うん、比較的比較的、うん、比較的しっかりしたいい釣り橋でした。はい、というわけでね、こういった釣り橋なんかもねございます。このアクティビティ高尾山今ならね、たった1億円でね、ニニキシが付き添いますんでね、よろしかったらね、どしどし DM の方いただければと。わたった1億円でニニキシがね、ご案内いたしますんでね。はあ、それが破格なのね。破格ですよ。うん、なんせ通常価格1億10円ですからね、10円オフ。破格の10円オフですから。物好きな方がいればどうぞ。いやでもね、このね、釣り橋よりもね、このすぐにでも滑落しそうね、こっちの方がね、よっぽど怖い。多分ね、下手すると滑落するよ。ああ、滑落。怒ってしまうとね、大変ですから。ああ、さっきの釣り橋の方がまだ頑丈でよかった。左側に座る。うん、本当だ。
ある。はい。というわけで、以上4号路でございました。さあ、ここから1号路。万さん。ね、山に霊気が満ちてますよということで、休憩でございます。大丈夫ですかお母さんは。はい、大丈夫です。足プルプル。でもプルプルでも降りてこれるんだったらね、結構な段差だったんで。うん。やっぱり自分の力で90度以上太ももを上げられるだけの。なんだろう、可動域がないとちょっと下りは辛いかもしれないですね。うん、まあ、上りはいいとしてもね、うん、でもつまずきやすいかな。そうね、やっぱり上がらないと、うんうん、階段のこう丸太があって、その次の乗り越えてそこの下がへこんでるっていうような感じのね、感じの場所が多かったから、まあつまずきやすいですね、うん、そうね、上りも下りもね、うん、うん、どうしようとかね、滑りやすいじゃんね。うん、確かに。うん、それ釣る大丈夫？あ、ちょっと滑りしようかな。うんね、うん、ちょっとね、私ももを効いてる。うん、滑りしたい。うん、ちょっと取ってもらっていい？いいよ。股関節の攻め力で足すらって腰を落とす、膝に手を当てたまま、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、はい、はい、やって、腕しっかり伸ばすよ、こういう感じだから、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、というわけで、上りで酷使した後の、筋肉はここで軽く今みたいな静的ストレッチをしてあげると、少し楽になりますので下りの元気が出てくると思います。はい、ということでした。トロコさんもやりますか？うん、大丈夫、大丈夫さ、うん、とりあえず休憩も終わったんで出発しましょう。気持ちよかった？気持ちよかった、うん、やっぱ楽になるよね。楽になる、楽になる、うん、登る前にやっちゃうと筋肉が温まりきってないから、筋肉がだるーんと伸びちゃって、あ、そうなんだ、リラックスモードに入っちゃってさ、あ、そう、動かすのがちょっとだるくなっちゃうんだけど、うん、動かした途中だといいリフレッシュになる感じでね、うん、ここは参道になるの？参道じゃない、ね、うん、表参道ってやつ、うん、
さん。じゃあこの辺にカリスマ美容師がいっぱいいるわけだ。そうそう、表参道だ。お月見だ。かわいいかわいい。うん。お月見ですね。ね。うん。天狗の神様でしょ。うん。なんとか無天狗でしょ、うんうん、うん。やっぱり山は、大ね、山が多いからね、うん、山っていうと天狗なんだろうね。天狗と富士山もほらね、ああ、神様だからね。鎌倉も山の方だったね、天狗だよね。うん、天狗ね、うん、ほら、義経が天狗に育てられたなんていう逸話もあるぐらいだから。そうだね、ほら下駄が一本天狗はそれを履いてるんでしょ、うん、これはお水だけど、これね、うん、のマンホール、ね、マンホール、うん、なんかのなんかこれ、多分カクシかなんか ね、なんか、ま、待ってる感じだよね。農家、農のやつか、カクシの、うん、神楽か、うん、そんなにお水って車がそう、うん、ほら、静か小台も来るよ、神楽と一緒、うん、かもしれないね、うん、ああ海運鳥だ、タコスギ、あーなるほど、この木が邪魔だから切ろうとしたら、この根っこがいきなりこうギューンと曲がって、うん、後ろに伸びたっていうことから、うん、450歳だね、うん、うん、そうね、皆様のご協力をね、うん、こんなに、うん、あでもすごい立派ね、うん、450年も生きてれば、うん、へえ、あでもそうだね、タコの足みたいだね、うん、うん、急にこの後ろにギュンって伸びたらしい、うんうんうん、こっち側をね切ろうとしたら、うん、こっち側にギュンと伸びたという、切らないで、うん、よってタコ杉というらしい、ちょっとこの辺にね、なんかお土産屋さんがありますんで、ちょっとね覗いて見てみようかななんて思いますということで、はい、お土産を選ぼうとしたんですけれども、なんと目の前にこの絵の絶景だな、見えるかな、これ見えるかな、文明が見える、文明文明だ、文明、すごい、街が一望できますよこれ、すっげえな、ちょっともうちょい画角調整して撮ってみようか、すげえな、ランドマークも見えるんだよ、ランドマーク、ベイブリッジだって町田が見えて、ランドマーク方面まで見えちゃうんだ、今日はちょっと曇ってね、うん、で見ようと思えば見えるんだ ね、すげえ、こっち側に城ヶ島、江ノ島、うん、厚木とかね、東戸塚の方まで、カリバまで見えるんだね、晴れてると、山はこういう景色がね、そうね、うん、いいもんね、楽しみですよね、そう、あ、うん、ちょっとこの辺散策してみましょうか、ね、うん、はい、というわけでね、こちらデレン天狗屋さんということで、こっちはね、なんかむちゃむちゃ人が、うん、並んでおりまして、どうやらね、黒豆のなんかこうお菓子が有名だということで、今川焼きみたいにね、この焼いて出してくれるような、たい焼きとかあんな感じでやってくれる、天狗焼きでしたっけ、なんかすごい、うん、人の時は3分だからね、うん、その辺で座ってよ、うん、うん、うん、美味しいから今のうちにどうぞ、うん、はい、じゃあ、先ほどのね、天狗屋さんで買ってきたこちら、天狗焼き、天狗の顔をしております、うん、かわいい、天狗焼きっていうことで、うん、はい、ちょっと食べてみたいと思います、よいしょ、黒子さんも一緒に出てきます、うん、うん、うん、カリカリしてるでしょ、うん、うん、うん、中がね、黒豆あんなんすよ、うん、まっ、うん、
全然しつこくないですね、甘みが。うん、焼きたてだからホクホク。かなりのボリュームね。うん、しかもね、あの油少なめ、脂質少なめですからね。白あんベースなんですね。ね、でも豆が、まあ、すごい。ちょうどあの二木のお母さんが並んでる前の前の人ぐらいのところで一回売り切れてから出てきたやつなんて、本当に焼きたてで美味しい、並んで食べるだけの価値はあると思いますんで、皆さん よかったね、小屋さんに寄った。小屋さんじゃ高尾さんだよ、小屋さんは関西だったね。新幹線乗ってかないといけないね。田尾さんに来た際はですね、天狗屋さんの天狗焼き、食べてみてはいかがでしょうか。ぜひお大切にください。おいしい。一個じゃ収まらないかもしれない。ちょっと気合も入ったところで、このまま下山したいと思います。はい、というわけで現在スキー場のリフトのような状態で乗っておりますけれども。どうですか、黒子さん。ちょっと嫌だ。怖いんだけど。シートベルトも何にもないという状態でですね、下っております。はい、下ってますけど、上りはいいんだけど、きっと下りは怖いかもよ。下りは結構怖いですね、これ。ちょっと嫌だ。高所恐怖症の我々としてはですね、結構こうヒュンヒュン来る感じがありますね。慣れてくれば大丈夫ですかね。慣れればいいんだろうけど、いやでもちょっと下が怖い。見てみましょうか。やだ、いい、見せて、見てみましょうか。ね、街並みはすごい綺麗なんですよ。綺麗なんだけど。というわけで、高尾さんとリフトでございました。はい。黒子さん死にかける。はい、というわけで、ぜひ。リフトから降りることもできまして、なんとか下山してきたという形ですけれども、黒子さんどうでした今日一日。あ、楽しかったよ。ね、なんか久しぶりにがっつり運動したなっていう感じが。そう、確かに、あるね。お母さんどうでしたか。はい、楽しかったです。まあね、体動いてね、普通に登れたんで、良かったんじゃないかなと。ありがとうございました。ね、今度はまた登り降り、ね、両方とも歩きで。ね、できるぐらい、体力をつけてもらえればなというふうに思います、ね、というわけで皆さんもね、よろしかったらこんな感じで、運動がてら、山登りなんかいいと思いますし、それに向けてのね、体力作りなんていう形でね、筋トレ、お散歩、そういった形でね、やってみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。